今日まあクリニックで、ね、将来有望な子たちが集まってくれたんですが、一旦感想はいかがでしょうか。今日のクリニックをやってみて、僕も うまく伝えられるか伝えられたかは分かんないですけど、まあ、少し意識が変わる話はできたかなというふうに思ったので、まあ、そこだけでも何かきっかけになられるかなというふうに思います。まあ、今回の試合でもいいですし、石川選手がなんかこう記憶に残っているこういう瞬間、自分がなんかこうステップアップするときに、ステップアップするのがきっかけになったなみたいな瞬間ってなんか思い出すことってありますか。まあ、やっぱ言われる言葉だったり、まあ、監督から言われることだったり、まあ、そういった言葉に対しての影響ってすごい大きくて、まあ、その一言で何かが変わったりとかそういうこともあるので、簡単なというか何気ない言葉かもしれないですけど、その人に影響っていうものはすごい与えるので、まあ、みんな監督だとかコーチとかチームメイトとか多分いると思うので、まあ、そこのコミュニケーションを取りながら、まあ、言葉を理解をしようという思いをもうちょっと ついてこればなんかいろいろその今後の人生に影響があるんじゃないかなっていうふうには思います。石川選手がその影響を受けた先生って、まあ、今日成城高校の、ね、はい、武内先生だったりいろんな方がいると思うんですけど、パッとこう思い浮かぶ先生って監督コーチっています。まあ、武内先生だったり松永監督だったり、まあ、それもありますし、まあ、今ミラノにいる監督とかもすごい情熱的で、まあ、彼からなんていうんですかね、一つ僕は気になっているというか、昨シーズン頭に残ってる言葉は強いやつはミスしないって言われたんですよね。でそこの言葉はすごいなんていうんですか、残ってて、強いやつはどんな状況でも決めるしミスしないしっていう話をされたので、そうなろうというふうに常にこう思ってます、ね。なるほど、ありがとうございます。まあ、ここね、会場は中央大学で、まあ、まさに石川選手が海外に向けてもチャレンジをスタートした、ね、はい、場所だと思うんですけど、石川選手自身はもともとチャレンジ精神結構旺盛な精神だったんですか。いや、チャレンジ精神は別に特になくて、まあ、僕もただやってるみたいな、その大学入った時も海外に行こうなんて思ってなかったですし、代表に入って V リーグ出て、で人生終わるのかなみたいな感じだったんですけど、まあたまたまきっかけというかラッキーも運もあって、まあ海外行くことができて、でその時もその海外どうする、こういうチームあるけど行くって言われて、たまたま僕が行きますって言ったから今の自分があって、そこでいいですみたいな、日本がいいですって言ってたら今の僕は決していなかったので、まあ、そういった一個の出来事が、まあ、今後みんなもいろいろ決断だったり判断することあると思うけど、その人生を変える本当に些細なことでも大きく変わっちゃうっていうのは、はい、感じてほしいなっていうふうには思います。そうですね、そういう意味ではね、あの今日参加してくれた子たちは今日はねそういうタイミングかもしれませんしね。はい、逆にそのイタリアに今なんかね、もう石川選手はもうすごくいつもチャレンジしてるイメージがあるんですけど、はい、その変わったタイミングっていつですか。まあ、大学1年目で海外行ってからが大きく変わったなっていうふうに思いますし、その海外に行って新しい世界を見て、で自分の可能性がまた広がって、自分のやれることも広がってっていうふうになっていったので、可能性が広がれば広がるほど自分の選択肢も増えるので、選べるもの増えていくし、チャレンジする回数も増えるし、まあ、なので何かに踏み出してみるっていうのは大事だなというふうに改めて思いますし、何かに踏み出さないと新しいものは得られないので、自分が進化するためには何か新しいことを絶対取り入れていかないと絶対成長はしていかないので、まあ、新しいことへの挑戦というか、そういったものは積極的にやっていくべきだと思うし、決して失敗ではないので、失敗することはないので、その結果が出なかった、それは別に失敗ではないし、ただ結果が出なかったっていう事実で、その結果が出なかったいろんな過程で学べることはたくさんあるし、失敗が怖いからとか失敗したらとか、そういうのはもう
考えなくても僕はいいと思ってて、まあ、なので失敗を恐れずにというか、失敗は基本的にはないので、うん、全部なんていうんですか、自分のものになるし、自分の今後の人生の教訓じゃないですけど、そういうのになっていくと思うので、ただ経験をどんどんしていくことが僕は重要だと思います。チャレンジして経験をするってことが大事ってことですね、はい、なるほど。じゃあですね、早速ですが皆さんからの質問タイムにお伺いいきたいなと思うんですが、質問ある方いますか？挙手でお願いします。お、ありがとうございます。じゃ あ一番最初に挙げてくれた、中央大学の増本聡真です。インナーに打つスパイクの時に、まあ、一番意識していることを教えてください。インナーに打つ時は絶対にブロックされないっていう自信がある時にしか今は打たないです。でそれはなぜかっていうと、インナーってその通過点が下がる、まあ、さっき練習の時でも言ったけど通過点が下がるし、基本的にはブロックを抜きに行く打ち方なので、そこに相手の手がかぶされたら基本的には止められる、シャットされるケースが多い。だから基本的にインナー打つときは、あ、もうこれ絶対インナーで決められるっていう自信があるときにしか打たないです。で打つときはネットとの距離が近いと止められるケースが多いから、ネットから離れたときとか割れて空間があるときに打ったら基本的にはブロックされることはないと思います。東海大相模の山本和樹です。自分の試合の時にコンディションが悪い時に意識することとかってありますか？コンディション良くない時は基本的に仲間に頼った方がいい、まあ、僕も基本的には自分で何とかしたいタイプなので自分で何とかしようとは思うんですけど、やっぱりいい時の自分とを分かってるから、その悪い時、コンディションが悪い時のギャップがあったりとか、そのギャップに苦しむことは間違いなくあるので、そこにストレスを抱えるよりも仲間を頼った方が自分も楽だしチームもうまく回るとは思うので、まあ、仲間を頼るってことは、まあ、大事なんじゃないかなっていうふうに改めて、まあ、僕も今回 OQT で感じました、ね、中央大学の坪井春です。自分のベストパフォーマンスを常に出すために意識していることなどはあったら教えてほしいです。まあ、まずコンディションを整えることで、あと、まあ、いいのか悪いのか分かんないですけど、そのどこでピークを持ってきたいのかっていうのを自分の中で考えておくこと、ベストを尽くさないと絶対勝てないっていう試合のところにピークを持ってくるのが僕は理想だと思うので、まあ、そこを計算して、まあ、ウエイトトレーニングだとかそういうのを入れたりとか、ここは追い込む時期だとかここは休む時期だとか、そういった、まあ、自分のマネジメントは大事かなというふうには思います。選手の皆さんへ最後、まあ、応援のコメントといいますか、はい、何か最後メッセージをお願いできますか？今日は、まあ、短い時間でしたけど、ありがとうございました。まあ、伝えられたことは少ないと思いますけど、まあ、何か僕の言葉がきっかけになればいいなというふうに思いますし、まあ、まだ皆さん若いので意識一つで、大きく変わっていくと思うので、まあ、今日伝えたことを、まあ、実践してほしいなというふうに思いますし、まあ、あと、まあ、自分が行う行動だったり言うことだったり、まあ、そういったものが多分みんなはチームの中心選手だと思うので、チームにとても影響を与えるっていう自覚を今後持ってほしいなというふうには思います。まあ、またそれによって取る行動だとか、あと決断だったり判断だったり、まあ、そういったものが君たちの今後の人生を大きく変えていくっていうふうに思うので、まあ、慎重になる必要はないですけど、しっかり考えながら今後も自分の行動に目を向けて、生活していってほしいと思います。
まあ、そうですね、普段行っている自分のウォームアップから全然、まあ、石川選手と比べた時に全然違ったので、まあ、そこから、まあ、普段の、まあ、ウォームアップから、まあ、意識してできればいいかなと思いました。まあ、そうですね、まあ、パスから、まあ、意識してるって言われたので、まあ、自分パスの時は全然そんな意識してあんまやったことなかったので、まあ、そこをもうちょっと普段から詰めていければいいかなと思いました。本当に世界のトッププレイヤーで、まあ、本当に憧れてる存在なので、まあ、現実で見れて、まあ、本当に嬉しかったです。そうですね、多分世界で見たとしたら、まあ、あんまり身長は多分そんな大きくないはずなのに、まあ、スパイクあんだけ決めれてるのは、まあ、メンタルの部分や、まあ、技術、まあ、それがあるからこそ決めれてるので、自分ももっとメンタルとか、まあ、技術を高めていきたいなと思います。まあ、自分だけじゃなくて仲間も打てる状態なので、まあ、そこは本当に仲間に頼ったりとか、まあ、あとは大学生になってレセプションが、まあ、みんな変えるので、まあ、ハイボールになるケースがあんまりないので、まあ、その1対1のシチュエーションの中でどうやって決めていくかとか、まあ、あとはハイボールになった時に、まあ、どうやって打ち切るかっていうのを、まあ、大学になってもっと追求していかないといけないと思ったので、まあ、そこは考えながらもっとやっていきたいなと思います。まあ、そうですね、石川選手みたいに、まあ、世界で輝ける人になれるように頑張っていきたいと思います。海外に挑戦できるなら自分もしてみたいですし、まあ、もっと海外、まあ、まだ行ったことないので、まあ、日本代表とかも背負ったことないですし、まあ、そこをもっと、まあ、海外に出れるようにこれから頑張っていきたいと思います。